ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者光り輝く高齢者になる情報を配信しております。今日は2023年、10月の19日、今日は20日20日でしたね。19日だ。20日の今日は金曜日。今日外はずっとなんか小雨が降って、空はちょっとどんより曇っております。まあちょっと涙雨のような雨でもありますが、昨日広島カープはやられましたね。阪神の木浪にサヨナラヒットを打たれて敗れました。でもまあ昨日は大瀬良が気迫の投球をしましたね。まあカープのこの守護神でなくて、エースというか、エースというのか風格は出ましたね。おそらくあの気迫はすごかったですね。まああれ見ただけでも、まあ昨日は良かったですよね。まあ最後サヨナラで敗れましたがね、守護神の栗林で負けたらもうしょうがない。もう打つ手は打ったし、やることはやったし、もう昨日はさっと忘れて、今日土俵際になった時のこの力、これがカープの底力というものではないでしょうか。そして昨日もう新井監督のコメントが嬉しいですね。これがすごいですよ。残り全勝というより、まずは明日、もう後がない、楽しみじゃないですか。逆にどういう姿でプレーをしてくれるのか、負けたら終わりなので逆に楽しみだと、逆に楽しみだと、この頭の切り替え、チャンネル切り替え、これはすごいですね。まあ野球はいろいろドラマがありますね。でも最大のドラマは何でしょうか。最大のドラマといえば、この負けた後の4連勝で逆転のドラマですよ。これだけ面白いドラマはないじゃないですか。それが新井監督は楽しみだと言ってるんですから、大にこちらも見る方も楽しみにしてですね、ガッと明るく力強く鮮やかな逆転劇をイメージしながら今日は見たいですよね。もう大切なのはチャンネルの切り替え、これです。チャンネルの切り替え、これを切り替えずにぐずぐずしているとそのままいきますが、切り替えた瞬間にカープの底力がギャッと前に出てきて逆転のドラマ、昨日の負けは、さよなら負けは、逆転のドラマをもっとより感動的にするための前哨戦ではなかったでしょうか。そう思うとね、まあ新井監督は、楽しみだと言ってるんですからね、大いに明るく見る方も楽しみに、まあこの後カープの大逆転劇をイメージしながら今日は見ようと思います。でも今日雨で流れたりしたりしたら、またまあその雨の力は借りなくても、カープのチームの底力、この逆転劇のイメージ力といいますかね、想像力といいますかね、サムシンググレートの力を信じて今日は観戦したいと思います。ごきげんよう。